フーゴー・フォン・ハーベルマンはドイツの画家である。おいで同盟の画家と区別するためにヒューゴフォン・ヘーベルマン D と呼ばれることもある。人物が特に女性を描いた。バイエルンのディリゲン,ンに生まれた。父親は男爵で陸軍士官で母親も貴族の出身である。1858年に家族はミュンヘンに移り名門高校に進み絵を描くことが好きになったが、 1868年から法律を学んだ。不仏戦争で士官として従軍し、余暇に絵を描き、捕虜収容者の捕虜の似顔絵を描いた。戦後、法律を学ぶのを止め、絵を学ぶことに決め、シュナイダーに指導を受けて、ミュンヘイン美術院に8 7 1年11月に入学し、1874年から校長で、歴史画家のカール・フォン・ピロティに学んだ。 1878年からミュンヘンの芸術家協会の展覧会に出展し1879年までミュンヘン美術院で修行し、その後ピグルハイントスタジオを開いた。1880年にフリッツ・フォン・ウーデと共同で個人美術学校を開いたが学生が集まらずすぐに閉校した。同じ年にフランツ・フォン・レン・バッハによって作られた美術家グループ。 アリトリアのメンバーとなった。このグループはミュンヘン分離派の先駆けとなった。ミュンヘンのガラス宮殿で開かれる展覧会に出展し1886年に金賞を受賞した。有名になり、多くの肖像画の注文を受けるようになり、美術院の教授に任じられた。ミュンヘンの国際展覧会にも出展した。1909年にバイエルン・マクシミリアン勲章を受訓した。 1922年に長くモデルをし、生活を共にしてきたオルガヘスと結婚し、1923年にヒンデンブルク大統領からプールルメリット勲章を受訓した。ありがとうございます。